はい、どうも、へそこです。ということでですね、王子様を連れて、魔王のところに会いに行けっていうことなんで、魔王のところに会いに行ってみたいと思います。それでは、行ってみよう。よし。なんかわかんないけど、魔王城の入り口までたどり着いたぞ。意外と、鍵とか閉めてないんだな。ということで、あ、はい。相手は仮の姿とはいえ魔王、この先どんな罠が待ち構えているかは分かりません。もしもの時のためにラーの鏡をあなた方が持っていてください。やべえ、責任転嫁されたよ、いい大人が。ひでえ話だな、本当に。じゃあ魔王のところまで行ってみよう。なるほどね。地下の真っ暗なところは、上から、こうやって火を灯すことによって通れるようになってくるわけだ。なるほどなるほど。これを4つやってと。はい、ラス1で、明るくなったから、中に通ろうね、ということになるわけだ。なるほどな。よし、ということで、ボスの午前まで到着しました。もうボスって、この先に多分いると思うんだよね。だからもう思いっきり、ちょっと回復して、いるものを袋から出し、そして臨もうと思いますよ。でもバーバラさんなんかすぐ死にそうだからな。ちょっと、アモールの水いるでしょ。あ、違う、使わない使わない使わない。いいかな、魔法の聖水。よし、行ってみよう。おー、魔王こんにちは。すごい醜悪な姿。本当かな。よし、じゃあ魔王倒していこう。とりあえずいい。でもいっか。フェンスアウトハッサンは殴りチームで、とりあえず、この防御力低いですチームは、ルカニとスカラかけまくりみたいな感じでいっか。よーし、オッケー。いやー、長かったし、硬かったし、っていうところですな。これ倒したってよかったのかな？すごいいいスライム倒した時ぐらい上がるやん。この次こそお前たちを地獄に送ってやるわ、また会おうぞ、みたいな。ラーの鏡を追って。なんじゃその鏡を、ってやばい、すごいなんかレーザー的なもの出てる。おお、王様になった。
お前はシエラ、わしの妻ではないか。いや、そうですよ。このセリフ何なの。ああ、そうね。夢の世界じゃなればいろいろと不思議なことも理解できるぞ。そうであろうシエラ、そしてそこの者たちは夢の世界の住人であろう。そう思ってみるとどことなくわしの息子に似ているものもおるではないかって。おつか今さら来やがったなクソ野郎。やっぱりトムなのね。いや、リレミットで帰ろうみんな。そんなに焦らなくていいって。OK、了解。なんか、どうしようねみたいな話とかしないの？いや、ということでですね、ムードを攻略、無事成功しました。この先ね、レイドック城に戻れば、王様から、多額の、報奨金がもらえるのではないかなと思っております。それではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また明日も見に来てくださいね。